中国の衛生当局が昨夜上海市の病院に対して7日以内に海外に渡航したことがある新型コロナ患者を指定された病院に送るよう通達したことが FNN の取材で分かりました。中国では去年12月以降ゼロコロナ政策の大幅な緩和によって患者はどの病院でも治療を受けられるようになりました。しかし上海市の病院に勤める日本人医師によりますと昨夜衛生当局から7日以内に海外渡航歴がある患者は特定の発熱指定病院に送るよう通達があったということです。医師はアメリカで急速に広がっているオミクロン株の XBB.1.5 がすでに中国でも広がっている可能性を指摘しています。XBB 株のを持っている、海外からの帰国者をできるだけ囲い込んで、まあ、1つや2つの病院の中で各区ですね、見るようにしようというふうにしているというのが推測されます。中国側は XBB の感染はこれまで16件で死亡した例はないなどとしていますが今後感染が広がれば中国に入国する際の水際対策に影響を与える可能性もあります。